の時は私もショックだったな。宗十郎くん、目が合うなりいきなり逃げ出したでしょ。そんなに私ってこわもてなのかしらって、あの日の晩は真剣に悩んだんだから。そうか、雰囲気が似てるんだ。それじゃあ、あなたは。ごめんなさい、君の仕草がちょっと可愛くてからかいが過ぎちゃった。自己紹介が遅れたけど、私は青崎桃子。率直に言うと、青子の実の姉ってわけね。あの子が困ってるって聞いてね。いい加減忠告してあげる気ではるばるやってきたわけなのでした。青子、ちょっと待って、あともう一回だけね。あなたの趣味変わってるわ。今年はもうライブハウスに行けそうもないし、これぐらいのわがままはいいでしょ。
鈍っているにも程があるわね。え、どうかした？アリス。どうも何も。この駅で降りたのはあなたと私だけなの。気づいていた。そりゃね、相変わらずここの地下鉄ってば利用客が少ないって。で、そういうアリスはいつ気がついたの？憂鬱なことにたった今よ。青子ばかり責められないわね。あなたと私が一つならこんなこともなかったのに。つまらない例え話は口にしない。自動人形集めたらうちどころかフランスの一等地も買えるんじゃない？ええ、もっともこんな出来じゃ買い手は見つからないでしょうけど。なんだ、ガラクタはガラクタか。全部で30か。悪いけど一人でやらせてもらうわよ、アリス。この前の実力と思われたままじゃ不愉快だ。私の後ろまで下がって青子、そこにいたらあなたまで食べてしまう。待って、アリス、それは。青子のやり方じゃ後が残るでしょう。もうじき次の電車も来るし、それに。それに、気分を台無しにされたのはあなただけじゃないわ。ごっこ遊びをしましょう。
持ってきてたの、あれ。まあ、次からは一言お願いね。他のプロイならいいけど、今のやつだけは別よ。できれば洋館限定にしてほしいぐらい。悪かったわ。でも最近何も食べさせてなかったから。青子、ちょっと。これを見て。私たちは今まで相手を人形使いと思っていたけど、正確には違ったみたい。わかる？この人形たちは新しすぎる。この子たちが作られたのは17世紀以後よ。それはそれで信じがたいことだけど。何ですって？それともう一つ、この構造は三崎市の結界に似ているわ。まるで自分たちこそがこの町を守る兵士だって主張するぐらい。そう、そういうことなのね。惜しげもなく骨董品を出してくると思ったら、そもそも出し惜しむほどのものじゃなかったわけか。ち、確かにあの女なら町の結界にも反応しないし、私の欠点も知ってて当然。視点の退去だって簡単にやってのけるわよね。だってアオコ、これを作ったのは、そうなの？ええ、昔から物を作ることに関しちゃズバ抜けていたからね、あの人は。でもようやく合点がいった。認めたくないけど、今回の敵は間違いなく私の姉貴、この土地の元継承者、青崎塔子、その人よ、アリス。秘密を知られたから先生なしの直接攻撃ね。怪獣策を考えもしないのは青子らしいけど。
ありがとう。参考になったわ。ここしばらく青子とは顔を合わせていなかったから、あの子がどんな風に成長したかなんて想像するしかなかったし、それと一応肉親として謝っておかないとね。災難に付き合わせて悪かったわ、総十郎くん。ほんとあの子ったら昔から迷いってものがなかったから。なさすぎると思います。ところでさっきから気になってることがあるんだけど、聞いていいかな？気になってることですか？ええ、一度目はダッシュで逃げられて驚いたけど、今日は違った意味で驚かされたね。そういうのが若い子たちの流行りなの？はい。新手のチョーカー？でもどこから見てもほら、まさかどこから見ても首輪ですよ、犬用の。やっぱり？けどその首輪すごく可愛いわ。よく似合ってるけど自分でつけたの？はい、つけたのは自分ですけど。そうじゃなくて、誰からもらったの？青子？それともクオンジさん？くれたのは青子ですね。つまり君は青子の持ち物なわけか。何でも所有されてるそうです。じゃあこれも青子のでしょ。青っていう名前にコンプレックスがあるくせに、青いものが割と好きだから。そうですけど、おかわりしますか？二人ともまだ帰ってきそうにありませんから。いいえ、そろそろ帰ってくる頃よ。そういう風に仕向けたから。トウコさん？ごめんね、総十郎くん。メガネ外してもいいかしら？それじゃあお言葉に甘えて。もう少しぐらいは君の反応を見ていたかったけど。やるもんだ、30体を一瞬とはね。
かね、壊れましたね。もったいない。大丈夫ですかそれ。いや、そんなものはいいんだ。多少視力が落ちたところで大事にはならないし、そもそも私がある限り五感による情報にすら主観が入る。全てこの世は霧の中だ。もともと目に見えるだけのものは信じていないたちでね。そうですか。それでさっきの言葉の意味ですけど、意味も何もない。青子たちの帰り道に多少の障害を置いただけだ。私がここにいる間は外で足止めをするように。君は青子の持ち物だと言ったな。ならことさら丁寧に教えてやる必要もない。告白してしまうとね、総十郎君、私が君たちの敵なんだ。驚いた。あなたは青崎の姉なのに。逆だよ。姉だから敵なんだ。私には青子からあらゆる権利を奪う義務がある。物質的なものも精神的なものも、その全てを踏みにじらなければ気が済まない。尺度として言うなら、もし青子がこの町に頼っていたのなら、まず町から壊していたぐらい。けど君のことは予想外だった。世の平等に起こるべきか、偶然の出会いとやらに嘆くべきか、これも抑止力というやつかな。無垢な部外者を手にかけるのは世の常だが、この手合いにあったのは初めてだ。いや、そもそもいるなどと考えたことすらなかったな。君は青子の切り札には見えない。排除しておくまでもない善良かつ無能な部外者だ。だから放っておきたいのだけど、私の六感がこう告げているんだ。君を逃がすな、いいからさっさと済ませてしまえ。バカ者、こういう時は半端に動くな。逃げるならさっさと逃げる、交渉するならテコでも動くな。なんというか、そんな風に動かれるとその気がなくともつい反応してしまうだろう。ほら、命が惜しいのならおとなしく固まっていなさい。殺さないんですか？今のところはね。私は君が気に入ったし、いや違うな、正しくはこう。
私ぐらいしか君を救ってあげられないのかもかな。はい。君の思う通り、私は君と似たところがある。それとも君が私に近いのかな。何、食べ物の好き嫌い程度の類似だが、軽視することでもない。問題は君が私より偏っているということでね。俺、一人じゃないですけど。だろうな。だからこそ君は偏っているんだ。早くそれに気づきなさい。一番手っ取り早い解決は、それでいいんだと認めることだ。人間なんてたくましいもんでね。別に何もかも放り投げてもうまくいくものなのさ。けれど青子にはそれは許せない。あれは他人であれ、あらゆることを許さない人間だからな。いや、そんなことはいいんだ。ただ純粋に私は君が欲しいと思った。君が自分の名前すら定かではないと名乗った時にね。自分の認識が不明で自分自身が不能と感じる。未来というものがとても自分に関わりのあることとは思えない。となれば必然心情は過去への逆行を試みる。しかし所詮ソアの前のモアのように正常な流れの前には時間旅行は押し戻されてしまう。それも私にあって君にあるものだ。ああ、なんて無様な私、なんて哀れな。あなたの言っていることはよくわからない。そうか、君には言葉の暗示は通じないんだな。意味深なセリフ回しで丸呑みにしてやろうとも思ったが、いや、失敗失敗。小綺麗な建前は逆効果だった。君にはむき出しの原始的な語りの方が良かったんだな。いいよ、
ますます気に入った。少年、青子なぞより私の元に来い。使い道はないが保護ぐらいはしてやろう。手が空いた時なら気晴らしに愛してやってもいい。それはお断りします。なぜ？だってあなたのためにならない。仕方がない。君も青子の大切な持ち物として考えることにしよう。青子が帰ってくる頃だから私は行くよ。青子では私には勝てないとだけ伝えておいてくれればいい。それはいいんですけど。そのカップどうするんです？これ？せっかくだからもらっていく。やはり変わり種だね、君は。逸材かどうかは別の話だが。ただいま。総十郎、留守中何かあった？そりゃ半日分の出来事はあったけど、それより寒かっただろう。お茶を入れようか。ああお願い。こっちも一から作戦練り上げようってとこだから。これからどうするつもりなの、青子？とりあえず足で探すしかないわね。あいつ相手に守りに入るのは良くない。こっちが城壁を作ってる間に一個師団の人形をこさえかねないわ。探すって東子さんを？それ以外誰を探すって。ちょっと、あんた、今なんて言ったの？東子さんなんだろ、青崎たちの敵は。さっきまでここにいたよ。
しずきくん、その人、何かしていった？お茶を飲んで、メガネを外して帰っていっただけだけど、あれ、よく思い出せないな。二度は言わないわ。他人を私の家に立ち入らせないで。すまない。アリスにとってここが大事な場所なのは分かってたのに。あのね、姉貴を通した総十郎も悪いけど、言ってなかったアリスも悪いでしょ。子供じゃないんだから、いつまでも反省してないで、もっと前向きに話をしない？思い出した。青子じゃ私には勝てないって伝えておいてほしいって。大した自信ね。他には？他は基本的に世間話だったというか、あ、ソアとかモアとかよくわからないことを口にしてたな。タイガとショウガ？あの人インドにでも行ってたのかしら。ところで総十郎、あんた姉貴に何かされたわね。何かって何さ。思い出せないとか言ってたでしょ。さっきまでの態度もふわふわしてたし。そうか、メガネを外したまでは覚えてたってことは、魔眼にでも見入られたか。青崎、魔眼ってなんだ？魔力を帯びた目のことよ。簡単なものは一時的な混乱を、上級なものは睨んだだけで相手を殺すとかね。まっ、バロールみたいな魔眼の持ち主なんて伝説だけだろうし、そもそもそんな魔眼持ちが生まれてくるなら、私たちの悩みもあっさり終わるってものだけど。そうね、わかりやすく言うと、私の魔眼みたいなのを目から照射するようなもんよ。目から？青崎か。だからあなた、一度目を閉じた後のトウコの目を見たんでしょ。その一瞬で姉貴の魔眼に捕まったってこと。目を猫名刺に入れ替える魔術師もいるけど、姉貴はそんなことする必要はないから。あの人生まれながらの魔眼持ちだしね。刺したる準備も詠唱もなしで、シャッターするだけで切り替え自由なの。その話は分かったけど、トウコさんは青崎のお姉さんなんだろ。なんで姉妹で殺し合いをしてるんだ。いいわ、話してあげる。姉貴に関わった以上
事情を説明しておかないと危ないし。けど、何であれ聞き返すのはなしね。この件に関しては、私は私の事情を話すだけだから。姉貴の話をするってことは、私と青崎の家の話と、何より魔術と魔法の話をしないといけない。少し遠回りになるし、他言無用な内容だけど、いずれあんたの記憶は消えるから問題ないってことで。魔術っていうのはね、宗十郎、いわば共通のルールなのよ。ルーンやカバラといった魔術系統はそれぞれの科目、世界共通のマニュアルだと思えばいい。教科書さえきちんと持っているのなら、あとは血脈次第で誰でも魔術師にはなれるわ。けど魔法を使うのは別。魔法は魔術みたいに根源の渦から派生した写本じゃなくて、根源の渦に直接つながるものだから。この根源の渦っていうのは、宗十郎の分かるレベルに落とし込むと、まあ太陽みたいなものと考えて。遠くにあって、何より初めにあるもので、それなくしては私たちは生活できないといった。魔術っていうのはこの太陽からの恩恵を利用しただけのものよ。自然現象の模倣ないし代償が魔術の本質だから。神秘を学び実践し再現するけど、神秘そのものを作ることはできない。いえ、研究の末にたどり着くんでしょうけど、そこには大きな壁がある。人知では越えられないリミッターみたいな壁がね。で、魔法っていうのは太陽そのものを扱うこと。誰にも到達できない場所に行って、何者にも真似できない奇跡を起こす。お金をかけようが時間をかけようが、今の人類には到達できない技術、それが魔法。次元の壁を越えるっていうか、最後まで走ってみたら全く違うルールでできた世界があって、そのルールを学んじゃったってとこかしら。前に魔術に限界はないって言ったでしょ。あれは人知の及ぶ範囲なら限界はないって意味ね。対して魔法は限界だらけっていうか、一つのことしかできないけど、それも当然なの。だってこの宇宙の仕組みから仲間外れの一つっきりの交点なんだから。魔術より魔法の方がすごいというのは流れ的にわかるんだけど、限界だらけなんだよな。限界っていうか、特例、特権、越権の類ね。汎用性はないけど、誰にもできないことを可能とする時点で魔術世界にとっては万能とされる。そもそも魔法は根源の渦にたどり着いた魔術師へのご褒美みたいなもので、たとえその術者に魔法を使うだけの肉体性能がなくても、根源へのパスができただけで魔術的にはやりたい放題ってわけ。要は地球で一番のお金持ちになるってこと。一番の大金持ちか。じゃあどんなにお金持ちでも一番目でない以上は魔法はもらえないんだな。まあそういうこと。時々とんでもない角度で確信をつくわね、こいつ。あんたの言う通り、同じルート同じ方法で根源にたどり着いても一番目じゃないと魔法にはたどり着けない。どんなに優れていても二番目以降には意味がないのよ。魔法使いが5人、いえ4人か。現存する魔法使いが4人しかいないのは、一度使われたルートは閉ざされてしまうから。大昔はそうでもなかったって話だけどね。根源への道、真理への到達に壁を作ったのは、皮肉なことに人間自身だった。未知を解明すればするほどルートが閉じていくなんて、昔の魔術師たちは思いもしなかったんでしょう。でも結果はこの通り。気がついた時には後の祭りっていうか、多くの研鑽の末この世から魔法は消えていっちゃったわけ。
それは山と町の関係に似てると思っていいのかな。ミクロな視点で言うなら似たようなものよ。で、つい最近まで現代の魔術師たちは残された最後の席を求めていたけど、それもちょっと前にどこぞの田舎者が横取りしちゃってイストリゲームはあえなく終了。あとは魔法抜きで根源にたどり着くため、地味で無意味な魔術の研究を続けることになった。ま、もともと魔法なんてのを優先してたのは一部の魔術師だけで、他の真っ当な連中はとっくに見切りをつけてたんだけどね。だって魔術師にとって最終目的は根源の渦への到達であって魔法じゃないし、そのあたりいつの間にかごっちゃになっちゃったんでしょ。卵が先か鶏が先かって話。よし、全くわからないってことは分かったんで、そろそろ本題に入ってくれ。あ、けど一番目の人間しか魔法使いになれないのに、魔法使いは何人もいるのか。5人いたわ。最終的に人間に残される最後の課題は5つだろうって一番初めの。青子、じゃあ本題ね。魔法と魔術の関係が分かったところで、ようやくうちの話になるんだけど、青崎の家が代々魔術師だったのは前に言ったでしょ。歴史的には浅いけど、運と才能には恵まれていたのね。青崎はなんだかんだって魔法にまでたどり着いたんだから。ちょっと待った、じゃあ青崎がその。私はあくまで魔術師見習い、使えないし使う気もないわよ魔法なんて。私はただ青崎の家を継いだだけだもの。ま、とにかく根源の渦にたどり着くには何代も何代も魔術を研究しなくちゃいけない。自分独自の川を作るようなものなんだから、もちろんその過程は果てがない。よほどの天賦か典型でもない限り魔法を作るなんてできないしね。そしてもし根源にたどり着いてもふさわしい後継者がいなければ、一代限りの奇跡で終わってしまう。だから魔術師は血脈を重ねて代々の魔力を時代に積み重ねていく、自分より優れた後継者を生むために。そうやって代を重ねて魔術師は作り上げた独自の神秘、守り続けた魔術を次の世代に伝えていくの。きっと最後の最後に全ての疑問を打ち消すに足る答えがあるはずだって。でも魔術師、いえ魔法使いだってみんな悟ってるのよ。自分の代でもその次の代でも、きっと最後の最後の最後まで誰もゴールにはたどり着けないって結末を。それを分かっていながら魔術を研究していくのが神秘学に取り憑かれた者の宿命だって祖父はよく口にしてたけど、私の姉はそうじゃなかったみたい。本当は青崎の後継者は姉貴だった。私もうちの家業が何であるかは教えられてきたけど、実践することはなかったのよ。魔術師の家系はよっぽど裕福でもない限り基本的に一子相伝だからね。うちほんと財力的には一般家庭レベルだし。で、後継者にはより魔術に適したものが選ばれるわけだけど、姉貴は確かに天才だったけど、それは青崎の後継者にはいらない才能だった。その代わり私は心底青崎の後継者としてふさわしかったみたい。まあそれはそれでどうも思わないけど、祖父がはっきりと私に鞍替えしたのが15歳の冬の頃でさ、姉貴はいきなり4つ年下で
今まで魔術に関わってなかった妹に魔法の相続権利を奪われたってわけよ。そうか、それで。あの人がどんな思いをしたか、私は本人じゃないから知らないけど、祖父と言い争って今まで愛用してたメガネを叩き壊して家を出て行ったのが3年と半年前。それから全く消息なしで、私は姉の代わりになったの。これが私と姉貴の争う原因でしょうね。メガネを壊したか。そう、あの人昔はすっごく目が良かった。生まれながら魔眼を持ってたって化け物だからね。けど祖父の期待に応えようとして無理して頑張った挙句、視力が下がっちゃったみたい。けどあれに何の意味があったんだろう。メガネをジジイに叩きつけるぐらいならフィンの一撃でも叩き込めばよかったのに。あの人あの頃が才能のピークだったんだし、猛録したジジイなんてそれこそ一撃だったと思うんだけど。恨みつらみの話じゃない。そのメガネは大事なものだったんだ。だってそれは誰にだってわかる努力の証なんだから。それを叩きつけたんだ。痛かったんだろうな、トウコさんは。思い出を自分で壊さなくちゃいけないくらいに。けどどうして今頃になって戻ってきたのかしら。青子の言う通り、瞳子さんならもっと早く美咲氏を奪えたのに。そうね、そんなに土地が欲しかったのなら3年前に私を殺せば後継者に戻れたのに。世間の荒波に揉まれて気が変わったとか。違う、青崎は本当にわからないのか。何よ、あんたならわかるっていうの。誰だってわかる。瞳子さんは青崎が一人前になるまで待っていたんだ。自分が失ったものと同じくらい大切なものをなくさせるために。そうしないとどうにもならない。そこまでしなくちゃいけないほどあの人の怒りは深かったんだ。姉貴の肩を持つじゃない、総十郎。もしかして一目惚れでもした。肩ぐらい持つ。あの人はかわいそうな人だからな。なぜ？
だって実の妹と争わなくちゃいけないんだろ。それはかわいそうなことじゃないのか。確かにね。だけど私も姉貴もそれを何とも思ってないのよ。だってそれ以外に解決策はないんだから。とにかく姉貴が敵だってことは総十郎にも分かったでしょ。ならつべこべ言わず君子危うきに近寄らずよ。まあ姉貴もあんたと会って私たちとは全くの無関係だって分かっただろうから、そっちには手を出してこないでしょうけど。そうかな。そうなのかな。そうだといいんだけどな。そうだから安心なさい。昔からいらないものには手を出さないんだから、あの人は。そっか、青崎がそこまで言うなら安心する。あ、いらないものって言えば、東子さんが青崎のティーカップをもらうって、セーブルのやつ。え、ちょっと待って、それを黙って見てたっていうの？そうだけど、やっぱりあれは奪っていったのか。しかもセーブルのカップって私の一番のお気に入り。言えばあの人よく私の持ち物を奪っていったっけ。他人のものを欲しがる癖まだ治ってないんだ。ん？子供の頃はみんなそうなんじゃないのか。そうかな。私のクレヨンとか人形とか取っても仕方ないと思うけど、どうせ粉々にしちゃうんだし。それはどういう。だからあの人って私の持ち物を横取りしてはぶっ壊すのが趣味なのよ。苦節14年、姉貴に目をつけられて無事だったものなんて一つもないもの。それはちょっと難儀だな。でしょ、ひどい姉貴なのよあの人って。明日から大変になるね。そうね。でも今はそんなことより今日の夕飯のが楽しみなんだ私。Thank you.
んと。瞳子さんについていけばよかったかもしれないな、俺。よし、まずは地ならしだな。どうしたの？彼。さあ、草摘みが趣味ってわけじゃなさそうだけど。朝からやってるみたいよ。起きてカーテンを開けたら、もうあの格好でスパスパやってたから。ついでに焼却炉の掃除も言いつけといたけど、いいでしょ？いいけど。頑張るのね、彼。外はあんなにも寒いのに。
プロかしらね、あいつ。焼却炉、今から手入れをしたら夕方ね。そっちはもう終わってるわ。朝上から見てたもの。壊されちゃいけないからあれこれ指示出してね。いやー、窓開けて散々怒鳴ったから部屋が冷えること冷えること。しずきくん、何か言ってこなかった？言ってたけど、よく聞こえなかったわ。あったかそうだね、青崎。外よりは幾分ね。廊下の気温は外とあまり変わらないけど。それでどうして庭の掃除なんて始めたのよ、総十郎。今日は本当に寒い。明日あたり雪でも降ってくるだろうから、外の掃除は早くに済ませたかったのに。焼却炉は予定外だったぞ。いいじゃない、焼却炉はみんな使うんだから。じゃ、その殊勝な心がけついでに2階の廊下に掃除機かけといてね。それと裏庭のブナの添え木、壊れかけてたでしょ。工具箱はあんたの部屋に置きっぱなしだから、それを使うことで。全部終わったら私の部屋に来てくれる？いらないものまとめておくから、焼却炉で焼いておいて。それで青崎、君は何をするんだ？そうね、やることもないし、ギターにでも触ってようかしら。そうか、あくまで掃除をする気はないんだな、尾崎。まあ掃除はしたいからするけど、こう、なんだろう、一緒に住んでる人間をそこまでこき使って両親は痛まないか？それとも割と気づいてはいたけど両親そのものがないのか？総十郎、何度も言うようだけど。はい。勘違いはしないで。私たちはあんたを同居させてあげてるんじゃない。これ以上ないって譲歩の末、仕方なく飼ってあげてるだけなんだからね。そうか、飼ってもらってるのか。そう、番犬にもならないだろうけど。
しかし一方、番犬は間違っても自分の食いぶちを入れたり、あまつさえ家賃を払ったりしないのも事実であった。なんか言った？いや、負け犬の遠吠えを少しばかり。総十郎、あんた本当にわかってる？そうだな。君たちがどうあっても掃除をする気がないぐらいはなんとか。余裕あるんだ、しずきくんってば。青崎、なんだか息ができないんだけど。このまま放っておくとそんなことも言ってられなくなるんだけど、試してみる？賢明ね。私も窒息したいなんて見たくないもの。塞がれた時の苦しさを知らないんだろう。青崎は本当に抵抗できなくなるんだぞ。あれはだからそのための首輪だって言ったでしょ。今まで実践したことなかったし、あんたは相変わらず危機感ないし、ここらで一度しつけておいたの。それより掃除急がないと日が暮れるんじゃないの。はあ、分かったよ。結局今日はこうなる星の運びだったんだ。ねえ、どうして彼を酷使するの？別に、最後には記憶を消させてもらうんだから、楽しかったら困るじゃない。そう、言われてみればそうだったわね。
雪が明日ならよかったのに。そういえば、瞳子さんの髪の色は青崎より濃かったね。あんな綺麗な赤毛は初めて見た。短くしてるのはもったいなかったな。短かったって、姉貴の髪が？それどういうこと？短くしてるって髪の毛のことよね。ああ、アリスより短かったけど、それがどうしたんだ？別に、あの人前は私より長かったってだけ。そう、あの髪を切ったのね、姉貴は。普通じゃないな。髪を切ったぐらいでどうしたんだ一体。瞳子さんの髪が短いと青崎が困るのか？まあその通りだけど。いいわ、どうせ夜まで暇だし説明ぐらいはしてあげる。あんたがそんなこと言わなければ未知数のまま瞳子と戦う羽目になっただろうし。簡単に言うと、魔術師にとっては髪の毛も武器ってことよ。昔から人間の髪や目は魔術の材料になりやすいの。女の場合はことさらにね。瞳の色は多いほどいいし、髪も長いほど質がいい。髪の毛は自身と同一視しやすいし、長い年月をかけて育てられる原始的で強力な原料と思ってくれていいわ。私が髪を伸ばしてるのはまあそういうこと。手入れが大変なんだけど、そこは女だから半分趣味みたいなもんよね。ん？じゃあ青崎としてはいいことじゃないか。瞳子さんの髪短いんだから。それがここに来る前に使い切ったものならいいんだけど、伸ばした髪にはいろいろと使い道があるのよ。私は瞬間的な術の強化にしか使えないけど、姉貴だったら恒久的な術の補佐に使うはず。年月と想念を蓄えた髪は魔術師の分身とも言える。そういったものをね、死んじゃった犬だの猫だのを反魂させる時に与えると、術者に服従する使い魔が出来上がるの。生前魔力のなかった使い魔、例えば猫とか犬ね。これらは術者の髪を取り込んで独自の魔術回路を得る。申請することで全く違う生き物、猫の魔術師になるってこと。例えば人語を介したり人間に化けてみたりって。行動原理も変わってしまって、大抵は術者に似通った性格になるわ。そうよね、アリス。じゃあ瞳子さんにはアリスのみたいな使い魔がいると。そう見るのが妥当でしょうね。姉貴は20年以上伸ばし続けた髪と引き換えに強力な使い魔を用意したってことよ。
ほら、そこ心配しない。岬町をぶっ壊す規模の使い魔なんてありっこないから。確かに長く歴史のある紙を使用するほど強力な使い魔が出来上がるけど、紙を使った魔術師はそれまで溜め込んできた三中のうちの一つを初めからやり直さないといけない。切った紙はまた伸ばさないといけないでしょ。使い魔を作るのは簡単だけど、そう多く従えないのはそういうことなの。犬とか猫か。変ね。瞳子さんは人魚師よ。使い魔を作って自分のレベルを下げるのはどうなのかしら。協力者がいないだけでしょ。青崎のお家騒動に人の手を借りたくないから、自分だけで全部やるつもりなのよ。あ、もしかして遊園地の人形って姉貴の紙で作られたんじゃないだろうな。確かに話に聞いた限りだと特注品ね。呪いによる永久期間、両手のギミック、フィンの一撃、執念深さ。瞳子さんでもゼロから作るのは難しいでしょうけど。けど何よアリス。あの人は人形に自己を投影するような人じゃないわ。完璧な偽物なら許すけど、偽物に過ぎない偽物は容赦なく壊してきた。青子から見てその特注人形は瞳子さんと同じ力量を持っていた。まさか。遠く及ばないわよあんなの。なら瞳子さんの髪とあの人形は別件よ。あの人が自分の魔力を分け与えたほどの使い魔があと一体はいると見るべきね。専門家としての意見。つまりその使い魔は姉貴より強い。そうでないと意味がないわ。人手が足りないというのもあるでしょうけど、だって私たちは二人、彼女は一人だもの。同時制圧も想定済みってわけ。なるほどね。その場合どっちが強い方を引き当てても恨みっこなしよアリス。ま、こと使いまであんたが遅れを取るとは思えないけど。青子、たとえ20年間の蓄えを付与したとしても、その器が小動物では限度があるわ。あの瞳子さんが切り札になる使い魔を用意したのなら、それはよしてよ。いくらなんでも姉貴はそこまで悪趣味じゃないわ。そうね。けれど人間を追い詰めるのに最も効果的な相手はやっぱり人間なのよ。瞳子さんが死者を亡者にしていなくても、それと同格の相手がいるぐらいは覚悟しておいて。はいはい、分かったわよ。確かに天才ってやつは空気読めないから、どんな生き物の死体を用意してきても驚かないわ。そのよくわからないけど、なんで青崎たちは死んでるってことに固執するんだ。生きてるものじゃダメなのか。それは使い魔じゃなくて協力者でしょ。使い魔は基本術者なくしては生きられないものにしないと。それでいて優れた意志を持ち、術者の資格や盲点を補える知性もある。それが一流の使い魔の条件よ。正直な話、それだけ都合のいいやつは死から作り直すしかないってわけ。さて、姉貴は昔からルーン使いだったから戦術は予測できる。問題の切り札もどうやら使い魔らしい。
自動人形もさすがにこの前で使い切っただろうし。じゃあ予定通り今日で終わりにしよう。この1ヶ月好き放題やられた借りギッタンギッタンにして、あのバカ姉貴に返してやる。